お前んとこはどうだったんだウヤ問題なかったしばらくは朝早くから晩までウィーケンドガレージで修行をすることを丁寧に説明したら最終的には分かってもらえた本当にアキトンちは心配してなかったけどウヤはちょっと意外かもうん幻覚そうなお家なのによく許してもらえたね あらかじめ準備を整えてから話しに行ったからな準備当矢の準備っていうとお前まさかまたキャンプに行った時みたいにバカに長いプレゼンかましてきたんじゃねえだろうないや短時間でまとめるよう努力はしたが少し時間はかかってしまったな当フ <laughs> らしいね 小ののところはどうだったのあ私の家も大丈夫だったんだけどその勝手に休んじゃったことはすっごく怒られちゃってそうだったんだご,ごめんね小羽私も一緒に謝りに行けばよかったよね私の時は小羽が父さんにちゃんと説明してくれたのにああんちゃんは気にしないで 空港に行こうって言い出したのは私なんだから。お母さんたちにはすごく怒られちゃったんだけど。でも、どうしても行かなくちゃいけなかったっていうことを話したら、最後にはちゃんと理解してくれて。それで、練習にも出ていいって許してくれたの。そうか、よかった。 あんちゃんのお父さんにはちゃんと挨拶しておきたいって言ってたよ。ああ。筋が通ってていいんじゃねえかそういうことなら父さんに話してみるよ。ありがとう、あんちゃん。それにしても、よかったね。まさかあんのお父さんがみんなの面倒を見てくれるなんて。うん。練習はいつからなの もうすぐ始めようってことになってるんだ。鉄は。ん。鉄は、えっと。鉄は熱いうちに打て、だな。そうそれそういうことなら、ここで喉も温めていかないみんなのすっきりした顔を見てたら、歌いたくなっちゃった。ね。いいでしょなあ。 いいなもちろん構わないうんそれじゃあみんなで歌おうリアライズみんなありがとうすごく良かったよ からとしてて迷いなんてもうないって感じだったみんなもそう思わなかったおすげえなああとても盛り上がってくれているなありがとう、はあ、やっぱりこの空気、気持ちいいね本当にいつも聞いてくれてありがとう これからも見守ってほしいなそのきっと後悔はさせないからうんよく言ったよおはね <laughs> 頼もしいなんじゃ王国も済んだし俺らも戻って練習するぞうんやろう <laughs> これからどんな風に成長していくんだろう楽しみだなみんなこれからも一緒にあの子たちを見守っていこうね。